私は結びの作り方をお知ります。まず、海苔を3分の1切ってください。スパムを薄く切ってください。はじめにフライパンに油を入れて熱くしてください。そして、スパムを入れてください。両面を焼いて金茶色になってください。次にスパムを照り焼きソースにつけてください。もう一度焼いてください。ご飯を成形してください。ご飯の上にスパムを置いてください。終わりにご飯とスパムに海苔をラップしてください。結びができました。